みなさんこんにちは、つばきです。池畑杏司です。いろんな人と出会えて、いろんな人と喋れたのですごい楽しくて、なんかみんなで手振ったりとか声をかけてくれたりとかしたのですごい楽しいし、とても嬉しかったです。三角関係のシーンだったりとか、みんなでポカリ乾杯ってやるシーンだったりとか、そこが特に印象に残ってて、あとやっぱり1000人以上を超える方たちと撮影するっていうことも初めてだったので、もう全部が楽しかったです。今日思ったんですけど、一人ではなくてみんなで協力して楽しむことが青春だなと思いました。中学校時代に部活をやっていて、それも青春だなって思いました。最後の引退試合で友達と一緒にポカリを飲んで、よしこれから勝つぞ頑張るぞっていう時にみんなで一緒に飲んだっていうのが結構青春だなっていうふうに思いました。